皆さんこんにちは。多くの方々にご参加いただき、北陸デスティネーションキャンペーン期間中のメインイベントでありますこの北陸グルメイベント開催できますことを本当にありがたく、また嬉しく思っております。ありがとうございます。今日はありがとうございます。今日は県外からも多くの方にお見えいただいております。富山県民を代表して皆様を歓迎させていただきます。さて、3月に北陸新幹線が福井県の敦賀まで営業を開始をいたしました。それに伴ってすでに多くの方が北陸を訪問していただいているところでありますけれども、これをさらに伸ばしていこう、そういう意味で10月、11月、12月の3ヶ月間福井、石川、富山3県を、そして JR グループの6社コラボレーションをしまして、この北陸デスティネーションキャンペーンを実施中です。このデスティネーションキャンペーンをきっかけにして、また多くの方々が季節によってさまざまな姿を、彩りを見せるこの北陸を訪れていただきたい、そのようなきっかけになればというふうに願っております。能登半島地震、ここ氷見、そして富山県、多くの損害を受けました。このデスティネーションキャンペーンが氷見の、そして富山県の、また能登の石川県の、そして福井県の復興を後押ししてくれる、そのようなことも合わせて願っております。このイベントの開催、そしてデスティネーションキャンペーンの開催にご協力いただきました多くの皆様に改めて感謝申し上げまして、3県を代表して地元開催地の知事新田八郎から挨拶をさせていただきました。どうもありがとうございます。楽しんでいきましょう。いい笑顔でお願いいたします。よろしいですね。では、私の方で1、2、3、よいしょと申し上げます。よいしょのところで木槌を振り下ろしていただければと思います。皆さんご一緒によいしょ言っていただけますか。1、2、3と言った後よいしょと申し上げますので、皆さん、会場の皆さんも一緒にお願いいたします。それでは北陸デスティネーションキャンペーンの開催を記念しまして、1、2、3、よいしょ。これにて北陸デスティネーションキャンペーン北陸グルメイベント開催記念セレモニーを終了いたします。ありがとうございました。改めまして皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。3月16日北陸新幹線金沢敦賀間が開業し、新高岡駅をはじめ北陸新幹線沿線では多くの観光客の皆様にお越しいただいております。この北陸新幹線開業機運をこれからも持続させ、さらなる発展をしていくために、10月から12月まで大型観光キャンペーン北陸デスティネーションキャンペーンを開催しております。式典のオープニングを飾りますのは、地元氷見有磯大保存会の皆様による太鼓の演奏です。その昔、氷見海岸一帯は有磯の海と呼ばれており、万葉歌人大友のやかもちが有磯の波と歌ったのが始まりと言われております。今では氷見といえば人々、日本一の魚の町として皆様よくご存知のことと思います。昔から富山湾の暖流と寒流のせめぎ合う富山湾の沖合で、ブリ、マグロ、イワシの大漁の時には太鼓を打ち鳴らして豊漁を喜び合い、村人たちを集めたと言われております。その時の太鼓のリズムに獅子舞の曲打ちを織り込み、有磯太鼓と名付けたと言われており、大漁の期待と祈り、そして感謝を込めた人々の生活の中から生まれた伝統ある和太鼓です。それでは氷見
有曽太鼓保存会の皆様、お願いいたします。Thank you.
アリソ太鼓保存会の皆様でした。いやー、迫力あるステージ、そして、元気な若者たちが活躍しているところを見ますと、豊漁だけではなくって、やはりここ氷見、復興という言葉も当てはまるところがあるかと思います。その復興の明るい兆しというものが皆様にもお見受けいただけたのではないでしょうか。